皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はカピラボのカキさんと遺跡さんのコラボ企画の番外編になります。コラボ本編もまだやってないのになんで番外編なのよ。いや先日カキさんの動画内で。このクーラー2000円前半で評価も良い。ということで、今回は本当にこちらのプロアーティストグラティファイ3が、虎徹よりもコスパがいいのか調べていきたいと思います。なるほど、コスパ最強と呼ばれた虎徹を超えることができるのか。そういうことですね。では早速開封と検証をしていきましょう。もしこの動画が面白かったら、評価、チャンネル登録もご検討ください。ということでこちらがプロアーティストのグラティファイ3になります。まずパッケージですが、188×150×160mm で 1085g と気持ち大きめな箱となっております。見た目は黒をベースにしており、割とかっこいい気がします。それでは続いて中を見ていきましょう。上蓋を開くタイプの箱となっております。まず最初にマニュアルと各種付属品が収められた小分けパッケージが出てきます。あら、手紙付きなんていいわね。こちらの箱に付属品類が全て入っております。その下にクーラー本体が出てくるようになっています。付属品はかなり充実をしており、マウントバー、インテル LGA1200-115X 用バックプレート、バックプレート、インテル LGA1200 用スクリュー&プラスチック製スペーサー ×4、LGA2066 用スタンドオフスクリュー ×4、ローレットナット ×4、AMDAM4 用スクリュー&プラスチック製スペーサー ×4 です。ファンクリップ1組が使用済みですが、ファンサンドで2機目のファンを装着するため、もう1組のファンクリップが付属しています。さらに付属しているグリスは、高性能グリスプロアーティスト W15 が付属しています。プロアーティスト W15 のスペックは熱伝導率 6.0W、熱抵抗値 0.06度です。またファンを低速で動作させるための高圧変換ケーブルや作業用の静電気防止手袋も付属しています。2000円台のクーラーにしては付属品が充実してるわね。ですね。ところでこれ実際の価格はいくらなのよ。はい、こちらのクーラーなんですが、現在 Amazon 価格で、2388円になります。ちなみにコスパ最強の虎徹マーク2ですが、3291円となっております。ということは約1000円の差ってことね。ですです。その1000円の差がどのくらいあるのか楽しみね。そうですね、それでは続いて本体も見ていきましょう。シュラララ。このプロアーティストグラティファイ3は 120mm サイズのファンをつけた標準的なサイドフロー型の CPU クーラーです。ヒートシンクはメッキ処理されておらず、アルミニウムそのままですね。ここら辺はコストカットのためかしらね。かもしれませんね。ヒートシンクは特に装飾などはありませんが、天井にプロアーティストのロゴが入っております。また前後左右対称の形となっているので、一部マザーボードではメモリの干渉もあるかもしれません。ヒートパイプはニッケルメッキの施された同製ベースコアからは同じくニッケルメッキ同製の、ヒートパイプが左右へ4本ずつ計8本伸びています。ベースコアには 34×34mm サイズで肉厚なニッケルメッキ同製ベースプレートが使用されています。ヒートパイプ直だと冷えないって偉い人が言ってたしね。あ、それ言っちゃいます。続いてファンについてですが、付属しているファンは、120mm 角の冷却ファンプロアーティストマジェステリアル12が付属します。ブレードは全部で11枚で、平均故障間隔は3万時間と言われています。ファンフレームの四隅には防振ラバーパッドが装着されています。またラバースリーブが施された PWM 対応4ピンファン端子ケーブルが伸びています。ちなみにこちらのファンは、単体でも発売されており、お値段が1291円となっております。クーラーの半分ぐらいの値段をファンが持ってるのね。そうなりますね。まあなのでファンが壊れたらファンだけ交換もすることが可能となります。また逆回転ファンも売っているので、サンドイッチにするならこちらの方が良いかもしれません。ではせっかくなので虎徹との見た目を比較してみましょう。画面左側が虎徹マーク2で右側がグラティファイ3になります。スペック表記での大きさはこちらになります。サイズ的には虎徹より少し小さいくらいですね。側面を見た感じはこちらになります。虎徹はファンも含めてネジ止め部分が収まるようになっていますが、グラティファイ3はファンがネジ止めより前に出てしまいますね。ってことは物によっては、メモリと干渉するかもしれませんね。試しにグラティファイ3のネジ止め部分のネジを外して、ネジ止め部分が移動するのか見てみましたが、スライドして外れることは外れるんですが、ネジ穴が1箇所しかないのでネジ止め部分を変更することはできませんでした。
続いて背面はこんな感じでした。虎徹の方がヒートシンクの隙間が大きかったですね。ああ確かにグラティファイ3の方はグッとしてる感あるわね。隙間が大きい方が空気が流れやすくなるから冷えそうな感じはしますよね。多分。最後に底面になります。こちらはどちらもあまり大きな差はありませんね。どちらも左右4本ずつ合計8本のヒートパイプからヒートシンクへ熱を逃がすようになっております。なんか、タコみたいね。では続いてグラティファイ3を取り付けて、実際に冷えるか見ていきたいと思います。シュラララ。取り付け前に今回の検証機のご紹介です。今回は i7-9700K と Z390A Pro。メモリは DDR4-3200 の 8GB を4枚と GT1030-750W 電源になります。あれ、CPU に内蔵グラフィックついているのになんでグラボつけてるの？それなんですが、このマザーボードの背面に、HDMI がついてなかったんですよね。キャプチャーボードを通すのに HDMI が必要だったので、今回はグラボ付きでやっていきます。それでは取り付けに行きます。まずはバックプレートをつけていきます。ちょうどマザーボードのネジに合わせて、プレートが顔になるようにつけると大丈夫です。どこかのキャラクターに見えなくもないわね。続いてインテル用のプラスチッククッションを取り付けていきます。この付属品のクッションなんですが、インテルは青、AMD は赤と色分けされていて、見た目はすごい見やすいんですが、ちょっとおもちゃっぽいんですよね。マザーボード接地面にゴム等もついてないので、ザ、プラスチック、って感じです。まあでも2300円だしね。確かに値段を考えたら欲張っちゃいけませんね。そしたらプレートを乗せていきます。プレートを乗せたらあとはネジ止めをしていきます。左手でバックプレートを押さえているので、上面がかなり不安定になってます。腕が3本あったらいいわね。結構パソコンパーツの取り付けって腕が2本じゃ足りないってことありません。あーまあ物によってはあるかもしれないわね。そしてネジの入りがなかなか入りませんが、なんとかしてネジ止めしようとしています。ここら辺も安さ上なのかな。もしくは個体差もあるかもしれませんね。私はハズレを引いた可能性も、音を入れようと電動でやってたんですが、諦めて普通のネジで止めることにしました。そしたら割とすんなり入ったので、電動ドライバーのトルク不足感もありますね。それではネジ止めも終わったので、クーラーを乗せていきます。そういやこれすでにグリス塗ってあるけど、これ付属していたやつ？いやこれは SMZ1 になります。付属のやつでやりなさいよ。そちらは今度コラボ本編で組んだ時に使ってみようかと思います。今回は虎徹との比較のために別グリスを使用しておりますのでご了承ください。それではクーラーを取り付けていきましょう。こちらのペリペリを剥がしてから使いましょう。そのまま乗せたら全然冷えないからね。接地面は表面仕上げになっているのでかなり綺麗です。こちらもネジ止めしていきます。先ほどのプレートよりも全然普通にネジが入ってくれます。締めすぎたのでちょっと緩めて反対側も締めていきます。最後にファンを取り付けて完成となります。このファンクリップ、慣れないとすごい付けにくいですよね。親指が取れそうになるわよね。え？シュラミちゃんの場合、クリップの方が曲がっちゃうんじゃないの？そんなことあるわけないじゃない。はい、ということで取り付けが終了となりました。あとはこちらのケーブルも忘れずに取り付けてください。で、気になったのが、メモリとの干渉具合ですね。私は今回割と薄いヒートシンク付きのメモリを使っているのですが、まあ、これでギリギリ入るかなって感じですね。ゴムの部分とヒートシンクはギリギリ隙間があるかないかって感じです。これは確かにメモリやマザーボードによってはぶつかるかもね。ですね、それでは次は実際に冷却性能を見ていきましょう。シュラララ。それではシネベンチ R15 を回していきましょう。R15 なんですぐ終わっちゃうんですけどね。映像を流しながら結果はこちら。スコアは 1463CB で最高温度は67度でした。試しに同じ状況で虎徹マーク2でやったところ。スコアが 1449CB で最高温度が68度でした。ほぼ誤差の範囲だとは思いますが、虎徹マーク2と同等の性能が発揮できてるならすごいですよね。確かに値段は1000円も違うのにね。ついでに映像としては出せないんですが、防耐久ソフトを10分間やってみたところ、最高温度はグラティファイ3の方が高いんですが、全体的に見るとグラティファイ3の方が冷えてた感もありますね。本当だ、このクーラーは本当すごいわね。はい、ということで今回は、プロアーキストのグラティファイ3をご紹介してみました。2300円の割にすごい優秀だった気がするわ。確かにそれはありますね。虎徹と同等、値段から考えれば、
虎鉄以上のコストパフォーマンスを出した気がします。まあ 9700K より爆熱 CPU はどうなるかわかりませんが、ということで今回はコラボ企画の番外編としてお送りしました。近いうちにコラボ動画の本編も投稿する予定なので、ぜひそれまでにこれまでのコラボを見返していただければと思います。あ、ちなみに今回使ったクーラーはちゃんと自腹で買ったものになりますので、コラボ用にもう一つ新品がありますので、コラボの時はこちらを使っていきたいと思います。あんた、後でちょっと呼び出しね。え、ということで、よかったら評価、チャンネル登録もご検討よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またね。